はい、次にこのアレカヤシを、これ、ね、実はパート1でさばいたアレカヤシです、これを使って結構簡単なものなんですけれども、ちょっと皆様にお見せしておきます。まずこの場合赤バラを3本ね刺しちゃいます。こんな風に赤バラを刺しちゃいますね。そしたらここにアレカヤシこう入れて、この先っぽをね、ここでこの U ピンワイヤーでホームに刺します。はい、これで出来上がりです。これどうですか、この刃物をね、こう複雑にちょっとこう構成させるっていうのはね、結構おしゃれに見えるんですが、結構複雑に構成させるっていうとすごいこう難しいことをやってるように思われるんですが、今多分ご覧になっていただいて数秒ですよね、そんな感じで出来上がっちゃうんですよね、だからぜひねちょっと試してみてください、ね、まあ僕の出してる著書のアクセントラインの効果の一つです。できたらアクセントラインもの著書も見といてください。では次行きましょう。はい、次はこのね利休草ですね。利休草はね特にポイントっていうものはあんまないと思うんですが、ちょっと混み合ってるところの葉っぱを間引いてあげる程度ですかね、こういうふうにね。そしてこれね、この葉っぱがねこういうふうにこう様になっちゃうんですよね、入れればすぐに、ものすごいこう、これはこの葉っぱの出現っていうのはものすごい革命だと思うんですけど、このように様になってしまいます。ただまあこうしてね、例えば器の下にこう少しこう置いて挟むとかねいう方法もあります。また、まあ普通にこうパサッといっちゃってもかっこいいです。先はずっと赤バラ入れて終わりです。これ1本でもかっこいいですよね。今回3本で企画なんで3本入れますけど、こんな感じですかね。なんか2本でこう2本ぐらいで、なんか食卓で本当にその日のお客さんだけだったら、まあ、ちょっとないですけど、かわいそうですけど、まあ数枚こう花びらをもらって、こんな風にねペタルをね装飾をテーブルの上に装飾をしてもかっこいいと思います。はい、こんな感じです。以上ですね。はい、赤バラ3本のアレンジメント企画はいかがだったでしょうか。割とねこうこれこのぐらいの規模でもこれぐらいの大きさでもね、ご家庭だったらすごいかっこいいアレンジになりますよね、特にこうその日のお客さんだったらこのねペタルをね利用するっていうのはすごくこう効果がある装飾だと思います。またこのペタルだけはねフェイクでも売ってるんで、なんかフェイクで巻いてもいいかもしれませんね。僕はね結婚式やってる当時はこの巻く方はのペタルはよくフェイクで使いましたね。ではこの赤
丸三本とグリーン企画、これで終わりにしたいと思います。またね、違うこう色のバラとか他のお花とかにも、この企画をやっていきたいと思いますので、ぜひまたご覧になってみてください。ではまた次回お会いしましょう。